あのあと座敷は大騒ぎだったんだからね。大月様がお怒りにならなかったからよかったものの、次にお会いした時は丁重にお詫びするんだよ。オイランが風邪をひいたのはワッチのせいなんで、アリース。でも愛、とりあえずあんたも気がついたことだし、あたしは行くよ。なんかあったらユズをよこしな。入っていいかい、千早。親方様。ご苦労だね、ユズ。それはお粥でありんすか？そうだよ、千早が少しでも食べられるといいと思ってね。おいらの食事のお世話ならわっちが。ゆずも朝食がまだだろ。下に行って食べておいで。でも。いいから。ここは私に任せなさい。具合はどうだい？そんなことは気にしなくていい。だるそうだね。熱はまだある？本当かな？夕べに比べればだいぶ下がったみたいだね。大事な汚職の花魁が座敷で倒れたと聞けば心配になるよ。さっきからお前は謝ってばかりだね。食事はできそうかい？
口を開けて。病気の時くらい少しは周りに甘えなさい。そうやって意地を通すからお客様の前で倒れることになったんだろ。昨日のうちに大事を取って休むべきだと私は言ったよ。その結果がこうなんだから今は私に従いなさい。うん、いい子だ。暑くはない？無理はしないでいいけれど、食べられるだけは食べなさい。なんだか昔を思い出すね。お前がこの店に来たばかりの頃だよ。もういいのかい？それなら薬を飲んでおきなさい。すまなかったね、うっかりしていた。そんな顔をしてまた自分のせいだと思っているのかい？それは違う。お前のせいじゃないよ。悪いのは私の父だ。
お前は優しい子だね。だけど大丈夫だ。まだちゃんと見えているし、細かい字を読むときはお前のくれたメガネがあるしね。ずいぶん高価だったろうに、あれは本当に嬉しかったよ。そんな風に言ってもらえるようなことはしていない。どう取り繕ったところで、お前を遊女に仕立て上げて身を売らせているのは私だよ。恨まれても仕方ないと思っている。少し横になっていなさい。もう一度水を汲んでくるから。やあ、私だよ。わかるかい？寝ていなさい。熱があるんだ。もうそんなことはしなくていい。お前のこの先のことが決まったよ。
安心しなさい。お前をどこにもやったりしないよ。お前のことは私が育てる。引っ込みカムロといってね、この内省で老主が直に教育するカムロのことをそう呼ぶんだ。一流の遊女になるために必要なことは私が全て教えよう。突き出しの直前までお前はどの姉女郎にもつかせない。いずれお前はこの店を背負う汚職の花魁になるんだよ。お前は素直で何よりも器量がいい。私も店を継いで間がなくてカムロの教育をするのは初めてなんだけれど、お前とならこの大家屋をもっと盛り立てていけると思っている。私は世間からは坊八と呼ばれる郭の老主だ。ここで暮らす限りお前に真っ当な人生を与えてやることはできない。その代わりに最上級の教養を授けてお前を吉原一の花魁に育てよう。そうしていずれ年季が明けたら、その時こそお前は自由になれる。ああそうだよ。それにお前がここで働くことになったから、徳次郎さんと美代さんは店を立て直すことができそうなんだ。辛いことは多いと思うけれど、私もできる限りお前の支えになるよ。どうだい、頑張れそうかい？今はとにかく元気になることだけを考えなさい。